こうガラクタじゃないんだけど部品をこう拾ってきてで買いたいから買ってきたりそういうことして、うん、自分たちよくも好きだけどさ、これなんだね、みんな一色なんだ。これは当時ファンサマルっていうレベルだったんだけど、そのヘッドライトを海底さんから安く3ドルぐらいで買って、でこれをまあちょっとなんか説明することによってちょっとやんちゃな顔に車としてますってしたら、ね、これも結局お日産のモデルの高級モデルのグリルを移植して、もう一旦グレだけを原的に従事して作ったのがこの当時のまあキャビンスタイルだね。よかったね。ジャパン、ジャパンで15年ぐらい前買ったかな。あれは自分たちがね、そのところをもう一回直して、どこかイベント出すにしても動かないといけないから、あれはもちろん行きたいから、それはもう安全できてる。モッターもあれもね、インジェクションにしてやる。あとゲーミングのヘッドドアも、ね、